デイドエンパイア翡翠の帝国はバイオウェアが開発したアクション RPG である。2005年にマイクロソフトゲームスタジオから Xbox 専用ソフトとして発売された本作は幅広い評価を受けたことにより2007年に Windows 版の発売が実現した。2K ゲームズから発売された Windows 版の評価も良かったことから2008年にはトランスゲーミングから Mac OS 版が2015年にはエレクトロニックアーツのオリジンから配信されたほか2016年にはアスペルから携帯電話向けアプリ版がリリースされた2018年には x b o x one の介護官機能に対応した中国神話をベースとした世界観を持つ本作はスプリット文句の最後の生き残りとなって師匠であるマスターリーを救うにで災いを解決し 悪の帝王山配を倒すという内容になっている。プレイヤーはクエストの消化や近接中心の戦闘、さらには直線系の物語を通じてゲームを進めていく。また、キャラクターとの会話には倫理に即した選択肢が用意されており、これを活用することにより、プレイヤーは様々な方法でゲームを進めることができる。本作の開発は、 会社の創設者であるレイ・ミュージカト・グレック・ゼスチャックによるドリームプロジェクトとして2001年に開始された。倫理の要素は、スター・ウォーズ・ナイツ・オブ・ザ・オールド・リパブリックに使われたものをもとにしている。また、戦闘システムや言語学者の監修による人工言語の採用や、ジャック・ウォールによる中国の歴史や文化、民話などからインスパイアを受けた音楽も世界観を反映している。 プレイヤーは6種類のキャラクターから1人を選択する。この他にも一定の条件を満たすと使用可能な隠しキャラクターも存在する。キャラクターの基本パラメータには攻撃力や体力に関する身体、気に関する精神、そして判断力や集中力に関する知性という3つがあり、レベルアップの際は任意のパラメータを強化することができるほか、 自動で配分させることもできる。また、これら3つに加え、柔軟力や、威圧力など、会話に関するパラメータが存在する。これらのパラメータが高いと、会話時の選択肢が増える。例えば、悪巻が道を塞いでいる場合、会話パラメータが低いと、自ら戦闘するか、援軍を呼ぶのどちらかしか選択できず、プレイヤーが悪巻との戦闘を望まない場合は不利になる。 同じ状況で威圧力が高い場合、会話の選択肢に高圧的な内容の選択肢が表示され、圧感を脅してその場を退ぞかせることができる。これらのパラメータは基本パラメータの平均値から算出されるほか、装備などで強化することもできる。NPC からのクエスト達成報酬として手に入れられる経験値や通貨はキャラクターの強化に役立つことができる。 通常戦闘以外にも主人公が飛行機に乗って戦うユーティングゲーム形式のミニゲームがあり、そこでもアイテムや経験値を手に入れることができる。戦闘はリアルタイムで行われ、主人公と仲間が数と相手にすることもあれば、集団を相手にすることもある。また、敵キャラクターはただの人間から怪物、さらには精霊も含まれる。 敵を倒すと体力と気力を回復させることができる。主人公は通常攻撃や防御、回避の他にも、では、襲いが抗威力の必殺技や、周囲の敵を一網打尽にする範囲攻撃を使うことができる。また、攻撃に特化した技や防御を崩す技、さらには、自己強化や治癒に使える技もある。主人公の使う技のスタイルは、肉弾戦のほか、 武器を使うものもあり、気力を消費することで気を使う技を繰り出すこともできる。本作には、開いた手のひらと閉じた拳と呼ばれるシステムが導入されており、これは NPC との会話において、善と悪の選択肢が用意されていることを示している。開いた手のひらは、対位的な選択肢が多い一方、閉じた拳は、自律的であるがゆえにより、 暴力的な展開に巻き込まれる可能性の高い選択肢が多い。選択肢の内容によっては、パーティーメンバーの構成や NPC の主人公に対する反応が変わってくることもあり、特にゲーム終盤における選択は、物語の結末の内容に大きな影響を与える。また、選択肢の中には、当事者を無視したり、無難な解決策を提示するものも存在する。 また、主人公は特定の仲間との恋愛を楽しむこともでき、このうち女性一人と男性一人は、主人公の性別に関係なく恋愛関係を結ぶことができる一方、女性一人については、主人公が男性である場合のみ、恋愛関係を結ぶことができる。さらに、男性主人公の場合、二人の仲間の女性から言い寄られて、三角関係に陥ることもある。本作は、 バルダーズゲートやネバーウィンターナイズ、スターウォーズ、ナイツ・オブ・ザ・オールド・リパブリックといった既存の作品をもとにしたコンピュータゲームで知られるバイオウェアが開発したオリジナル RPG である。本作のプロジェクトは2001年に開始された。本作のコンセプトは会社の創設者であるレイ・ミュージカとグレック・ゼスチャックがバルダーズゲートの時点からドリームプロジェクトとして温めていたものであり。 力強いマーシャルアーツの達人になるというプレイヤーの夢を満たす目的があった。本作は Xbox 専用タイトルとして開発、発売されたものの、後に、ゼスチャックは後継機の Xbox360 が出るまで開発を待っても良かったのではないかと振り返っている。アートディレクターに起用されたマットゴールドマンは様々な世界の姿のデザインを行う中で、 中国の様々な時代、特に、漢から、明の時代にインスピレーションを受け、中国の様々な社会階級を本作世界の、至るところに反映させた。背景の部分は、宋の時代を元にした一方、色調については、唐の時代の緑がかった色合いを参考にした。また、ゴールドマンは院から州までの聖道の遺物からまた、古代中国の遺跡のイメージを思い描き、 自然が広がる場面は鉱山を参考にした。彼は中国の他にも日本やチベット、太陽国やクメール王朝、および南アジアや西アジアの要素も取り入れた。怪物系の敵キャラクターのいくつかはアジアの文学をもとにしたものもあるが多くが本作オリジナルである。後にゴールドマンはカナダにいる開発チームと共にアジアを舞台とした物語を作り上げたことを良い。 思い出だったと振り返っている。本作において新しい戦闘システムを作り出すということは最も大きな挑戦の一つだった。開発チームはバイオウェアの初期タイトルで使われていたターン性戦闘をただ単に遅くするだけでは本作にふさわしくないためリアルタイム要素を取り入れたいと考えていた。あらかじめプログラムされた盾に頼ることなく戦闘時の動きをコントロールするためのシステムを 開発するにあたり、戦闘システムの実装が必要だった。プレイに支障が出ないようにするため、キャラクターの数値を控えめにすることが、ゲームデザインにおける大きな目標の一つとして掲げられた。シューティングゲームパートのデザインは、アシスタントプロデューサーのシェルドン・カーアッターが手掛けており、ゼビウスや1942といった往年の盾、て、スクロールシューティングゲームに近い構成となっている。 スターウォーズ、ナイツ・オブ・ザ・オールド・リパブリックでの経験を生かし、開発チームは新しいゲームエンジンを開発した。また、キャラクターの輪郭をはっきりさせるためにリムライティングを用いたり、キャラクターに躍動感を与えるために、局所光源を集めてダイナミックな光の演出をするといった工夫も施された。太陽が輝く場所や、非現実的な光を放つ展開といった明るい場所で、 よりピクセルに光が反射されるようにするためピクセルフレアの一種が用いられた。マップや日記といったユーザーインターフェースはスターウォーズ・ナイツ・オブ・ザ・オールド・リパブリックを改良したものが用いられた。またスターウォーズ・ナイツ・オブ・ザ・オールド・リパブリックが手書きアニメーションを導入したのに対し本作は登場人物のリアルな動きを表現するために同社史上初めてとなる。 モーションキャプチャーが取り入れられた。モーションキャプチャーは登場人物の戦闘モーションに必要な膨大な枚数のアニメーションに影響を与えている。一部の敵キャラクターのモーションは手書きアニメーションで構成されている。ゲーム内における戦闘スタイルは、マーシャルアーツは空手や合気道カポエーラなど実在の格闘技を元にしている。リードアニメーターのデオ・ペレスはブルース・リーやジャッキー・チェン。 ジェットリー、そしてミシェルヨーといった実在の格闘映画のスターをもとにゲーム内における戦闘スタイルデオのプロトタイプを作成した後モーションアクターの指導を受けてアクションを修正していった。半券作品のゲーム化でヒットを収めたバイオウェアは制約のないオリジナルの世界観とストーリーに楽しく取り組むことができた。ファンタジー要素を取り入れたいと考えていた開発チームは 早い段階で実在の中国の歴史を題材にするのではなく中国の神話をもとにした新しい世界観の構築を決めた。リードライターのルーク・クリステンソンとマイク・レイドローは自分たちのインスピレーションを様々な地域や常識が共存する生き生きとした新しい世界観を構築するのに生かした。これまでのバイオウェアの RPG 同様本作もストーリーに重きを置いているが ストーリー展開の自由度を感じてもらうべく、より細かい知識などが設定されている。ゲーム内の会話は、バイオウェアのシナリオ構築法に、東洋の文化を合わせた内容となっており、倫理や選択肢に関するシステムは、スター・ウォーズ・ナイツ・オブ・ザ・オールド・リパブリックのものを改良、発展させたものが使われた。二人は、スイコデン、サイユ有キや、三国支援技といった四大名著に加え、 両祭 C や、カカナエキといった近代から現代における中華圏の文学、さらには、小連れオオカムや、鳥姫伝といった中華圏以外の小説や漫画からもインスピレーションを得た。この他にも、フィスト・オブ・レジェンド、グリーン・デスティニーと、ヒーロー、ショウリンドロマイト、キング・ボクサー、大逆転といった武教映画や日本の時代劇映画からも影響を受けている。 登場人物のうち、ブラックはあるウィンドは、スイコデンの主要登場人物で、同様の異名を持つ力をモデルとしている。ヘンペクト法は、中華圏の作品群における典型的なキャラクター像に、バイオウェア流のコミックリリーフの要素を足したキャラクターとして設定された。また、もう一人のコミックリリーフであるサー、ロードリック・ポン・セフォン・ファンタルボトムは、 帰国からの訪問者という設定であり、中世ヨーロッパから中国に来た探検家をモデルとしている。物語の台本は英語で書かれているが、登場人物の多くはザウファンという人工言語を話しており、画面下部に字幕が表示される。アジア風の架空の世界を舞台とした本作を開発するにあたり、開発チームは実在するアジアの言語を使わない方針をとっていた。 そして、スタートレックにおけるクリンゴン語や指輪物語におけるエルフ語のように生き生きとした世界観に没入させるためにザウファンという人工言語が考案され、プレイヤーにエキゾチックな雰囲気を感じてもらうために利用された。ザウファンを構築するにあたり、バイオウェアは同社の近所にあるアルバータ大学の言語学の専門家の監修を受けた。このうちの一人であるウルフ・ウィックリーは、 同大学で心理言語学の修士号を取得中で、音韻論の博士号を取得する予定だった。彼は日本のアニメやゲームが好きだったほか、クリンゴン号をいくつか流暢に話すことができたため、バイオウェアの社員の興味を引き、最終的に言語監修の仕事を引き受けることとなった。ビックリーによると、この言語は弱音を中心としており、モンゴル語に最も近いとしている。 新しい言語を考案するにあたり、ウィックリーは開発チームに本作の世界の住民の気質について尋ね、それを踏まえた上で言葉の発音法などを考案した。この言語を作った後、現実の言語と対応させた基本的な辞書を作成した。この辞書にはザウファンで監督を意味する単語に香港の映画監督をカーウアイから取ったワンコワイを当てるなど、うちはネタも含まれていた。 辞書が出来上がった後、ウィックリーは、実在する言語の規則との祖語が発生するのを防ぐため、文法や言語規則を作り上げた。当初、この言語は謙虚な庶民の言葉として作られる予定だったが、プロットを構築する中で、作中世界の貴族や官僚たちの言葉を作る必要が出てきたため、上品さを示すために陰銀で上品な言葉に変更された。 本作の楽曲を手掛けたジャック・ウォール本作の音楽はミスト3、エグザイル及びミスト4、リベレーションで知られるジャック・ウォールが手掛けた。彼はバイオウェアの音響担当者に会ってデモテープを渡してから最初の予告編に向けた楽曲を制作した。バイオウェアの作品のファンだった彼は同社で働きたいと思い予告編の音楽が好評だったことから 本作の音楽を手掛けることとなった。彼はゲームの開発初期段階にあたる2004年1月から2005年2月にかけて音楽家として本作の開発チームに参加した。早い段階から彼は東洋と西洋の融合という美学に習うため、シンセサイザー中心の音楽よりもオーケストラ中心の音楽を作ることを考えていた。 ウォールが早い段階で起用した重要メンバーにチーミングファンがおり、中国音楽の専門家である彼女は本格的な中国音楽を本作に取り入れた。また、彼女は新たに中国の音楽家たちを呼び寄せ、ウォールが作った楽譜に中国語の中を入れて、彼らがウォールの意図を理解しやすいようにした。全体的にアジアらしい雰囲気を出すため、本作の音楽には、 中国と日本の打楽器及び管楽器が取り入れられた。ウォールはフィールド BGM からカットシーン専用 BGM まで様々な楽曲を制作し、バイオウェアの他のスタッフがカットシーン向けに短縮したバージョンを除くと合計で90分を超える分の楽曲を作ったと推測している。なお、サウンドトラックは2005年に発売された。ゲーム内における会話のうち、 英語のパートもザウファンのパートもフルボイスで収録された。ゼスチャックとゲームデザイナーのケビン・マーテンズはそれぞれのインタビューで収録に使われた脚本における単語数は32万語を超えるだろうと述べており、ナイヒロインであるドーンスターのセリフの数は2万である。本作のキャストの一人にネイサン・フィリオンがおり、本作は彼がビデオゲームの声優を務めていた時代の中で最もとも、 古いものにあたる。彼は脚本は砕けた英語のような文体だったと振り返っている。本作が完成した後フィリオンが他のキャストと会話した際、彼らが脚本をまともな英語に書き直していることを知った。フィリオンは2017年のインタビューの中で彼らが理解しやすくするためにセリフをやり直すのは楽しかったと振り返っている。また、 もう一人の著名なキャストにモンティパイソンのメンバーとして知られるジョン・クリーズがおり、彼は、さあロードリック・ポン・セフォン・ファンタル・ボトムの役を演じた。これは、クリーズ本人とエージェントが当時カナダで場所取りをしていたために実現したことであり、オファーを受けたクリーズは快諾し、午後のうちにすべての自らの役の収録をすべてこなした。2002年、バイオウェアは、 ナイツ・オブ・ザ・オールド・リパブリックに続き、マイクロソフト・ゲーム・スタジオとパートナーシップを結ぶ発表をする中で、本作についてほのめかした。その後、2003年の9月に、本作の制作が正式に発表され、同年に開かれた東京ゲームショーにて詳細が明かされた。当初は2005年3月に発売を予定していたが、4月に延期となった。通常版に加え、 特殊な性能を持つ男性プレイアブルキャラクター及び DVD が特典として付属する限定版が発売された。限定版は購入予約者向け商品として通常版の開発と並行して作られた。2月の時点でゲームの開発は最後の仕上げに差し掛かっていた。本作は予定より2日早い2005年4月12日に発売された。 ヨーロッパでは2015年4月22日に、オーストラリアでは6月30日に発売された。また、北米とヨーロッパでは、限定版も、同時発売された。日本では6月16日に、ジェイドエンパイア e 翡翠の帝国という題名で、発売された。バイオウェアの PC ゲームのファンコミュニティの強い要望を受け、バイオウェアは、本作の Windows のパソコン向けの移植版の開発に、 乗り出した。移植に先駆け、バイオウェアは何百ものテクスチャのアップグレードを手作業で行った。新しい飛行スタイルや敵キャラクターが取り入れられたほか、さらには、Xbox の限定版のみに登場していた隠しプレイアブルキャラクターを最初から使えるようにした。また、既存の敵キャラクターや同行者の AI の改善や、キーボードとマウスによる操作に対応する作業も行われた。 当初、開発チームは、マイクロソフトゲームスタジオから PC 版を発売することも考えていたが、マイクロソフト側が Windows Vista のみに対応したいと考えており、世界中のユーザーに届けたい開発チーム側との考えとは合わなかった。その結果、開発チームは自分たちで PC 版を開発し、マイクロソフト以外の会社から発売することにした。PC 版は2006年の、 エレクトロニックエンターテイメントエキスポにて公表され、後に発売元が 2K ゲームズに決定した。2007年2月本作は生産段階に入り、それから間もない2007年2月27日に北米で発売され、3月2日にはヨーロッパとオーストラリアにて発売された。2月28日にはスティームとバイオウェアの公式ストアにてダウンロード販売が開始され、 2013年6月11日には g o g c o m でも発売された。MacOS への移植も行われ、2008年8月18日にトランスゲーミングから発売された。さらにその後の2016年11月15日、iOS および Android への移植版がアスペルから配信された。IT メディアの板橋船人は本作のキャラクターデザインの バタクサさについて指摘しつつも、世界観が気に入らないからといって敬遠するには惜しい作品だと評し、特に会話パラメータによって、プレイヤーの最も望む行動を可能にしたことにより、感情移入の度合いが大幅に増したと評価し、会話の内容によって結果が変わるため、集会も楽しみだと評価した。また、板橋は、本作のアクション性の高さを評価しつつも、 スピードがそこまで速くないのでアクションゲームが苦手な人にも楽しめると評価している。本作とドラゴンエイジオリジンズの制作を経てバイオウェアはスターウォーズナイツオブザオールドリパブリックの続編を自社で開発するのを見合わせることにした。スターウォーズナイツオブザオールドリパブリックの続編はスターウォーズナイツオブザオールドリパブリック2ザシスローズとタイトルが付けられ、 開発は、バイオウェアではなく、オブシディアンエンターテイメントが担当した。本作の言語監修を務めた、ウルフ・ウィックリーは、ドラゴン・エイジシリーズでも4つの言語を作り上げた。また、音楽を担当した、ジャック・ウォールは、マス・エフェクト及びその続編である、マス・エフェクト2をはじめとする、バイオウェア作品の音楽を手掛けた2007年1月、バイオウェアのスタッフは、 本作の続編を作る考えがないことを明らかにした。一方で、バイオウェアの共同設立者のレイムジカとグレッグ・ゼスチャックは2011年9月に、それは知的財産であり、我々はその設定に夢中であり続けている。グレッグと私は、その知的財産に大きな信頼を寄せている。我々は今その物語をどのように展開しようか模索しているところだとも、 発言している。2009年、ゲームスライダルは本作をはじめとする複数のゲームをまだフランチャイズとして展開されていない作品群として紹介しており、その中でオリジナルとなったゲームには魅力的なキャラクターや壮大な設定、マーシャルアーツに満ちた RPG 戦闘といったフランチャイズ化の余地はある。だが続編ができるという確かな証拠を得るまでは、 我々はただ待ち続けることになるだろうとしている。ありがとうございます。